宮本武蔵は吉川英治の新聞小説。朝日新聞に連載された。この作品は、1935年の8月23日から、4年後の1939年7月11日まで、続いた。二点一流の階祖でもある剣豪、宮本武蔵の成長を描き、健全一如を目指す求道者、宮本武蔵を描いた。この作品は、 日中戦争から太平洋戦争へと向かう戦時下で人気を得た。しかし、小説の多くの部分、特に冒頭は、ほとんどが吉川英治の創作であり、お通やまたはちなどの存在をはじめ、拓安との出会いも創作である。小説では武蔵は、関ヶ原の戦いで西軍に加わったことになっているが、剣豪として有名であった父の新面胸が、 関ヶ原の東軍の黒だけに主観していたことを証明する黒だけの文書があり、父と共に東軍として九州で参戦していた可能性が高いことなど、小説の前提が完全に史実に反している。この小説による誤った宮本武蔵像が、その後一般大衆に、あたかも真実であるかのように広まったことに対し、吉川自身は古橋弘之進、増田幸蔵も、 本書のどこかを自身の精進に生かし得たということを人捨てに聞かされもした苦痛にも似た辞席を覚えないではいられないと述べている。菊池博史と直木35との間に生じた宮本武蔵の強弱を論じた論争に橋を発する。1932年に直木が武蔵イコール悲鳴人説を発表し、それに対して菊池が武蔵イコール名人説を唱えて反論した。 論争の最中、直樹が吉川英治に対してどちらの説を取るかを尋ねたところ、吉川は菊池説を支持すると表明した。直樹は吉川が武蔵を名人とする理由を発表せよと迫ったが、この要求に対して吉川は沈黙を守った。1935年になり吉川は本作を発表。徳川無税による ラジオ朗読や映画化されるほどの人気を博し、武蔵イコール名人説が多くの支持を集める結果となった。吉川の死後50年が経過した2012年末に著作権の保護期間が終了したために2013年以降は新潮社、宝島社などからも出版されている。また、同監督、主演で後年も制作されている。同監督、主演で後年、 もう作成されている。ちなみに、同作の脚本は自ら宮本武蔵作品を手掛けたこともある伊藤大輔が担当している。いずれも、徳川無生の朗読による。ありがとうございます。